タイミーさんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、モーツァルト交響曲第36番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章2回目、42小節目から83小節目までを解説していきます。42小節目からはポジションをたっぷりと解説していきます。最初は第一ポジションからスタートして、聖 A を2、1と取ります。で、ゲは開放で、次の聖は第3ポジションを使って1で取っていただきたいと思います。で、3拍目が A、D になりますので、第4ポジションを使って4、1で、4拍目の A までまとめて取った後、最後の聖は次の小節の頭のハーとまとめて取りたいため、ここは2で取っていただきたいと思います。この1小節間をゆっくりしますと、このように取っていただきたいと思います。で、43小節目はハーを1で取っていますので、聖、で、聖を第3ポジションで1、4、1とまとめて取った後、次のハーから第1ポジションに戻って4で取ります。あとは F までまとめて取る形になります。ゆっくりいきますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。44小節目は2拍目のゲーは、で、今のように D 線で押さえて4で取っていただいても構いませんし、あるいは第1ポジションのままで開放で取っていただいても構いません。で、3拍目からはゲー線1本で、アーから1、2、4、1、このように取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、もしくは、このどちらかを選択していただきたいと思います。で、45小節目なんですけれども、第1ポジションのままで F を2で取って、A までまとめて取った後、次の F から第2ポジションを使って、ここが弦のオクターブの関係になっていますので、上の弦は D 線で4、下の弦は A 線で1と取るようにしてください。ゆっくり弾きますと、このように取っていただきたいと思います。もう一度今の4小節間をゆっくりしたテンポで通して演奏します。3小節間と全く同じ形になります。で、49小節目なんですけれども、ここは第1ポジションでまとめて取っていただいて構いません。で、途中に出てくる弦は全て開放を使います。フィスを4で、アーを弦線で1とまとめて取ります。ここはもう第1ポジションでまとめて取っていただいて構いません。46小節目から4小節間をゆっくり弾きますと、第1ポジションのままで1、4とまとめて取ります。で、3拍目のギス、アはハーフポジションで1、2で、4拍目のフィス、ギスなんですけれども、ここは異弦して、フィスを D 線で4で、ギスを G 線に戻って1と取っていただいて構いません。下手に第2、第3の中間ポジションを使って D 線で1、4とまとめて取ろうとすると、その前後が無駄なポジション移動が出てきてしまいますので、ここはもう異弦して取っていただいて構いません。もう一度弾きますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。で、51小節目は前半の2拍間を1、2、4とハー、ツェを第2ポジションでまとめて取っていただきたいと思います。で、3拍目のアーとハーを第1ポジションに戻って1、4で、最後もゲーを開放で取っていただいて構いませんので、アーも1で取っていただいて構いません。このような形となります。で、次の小節も第1ポジションでまとめて取ります。ここは49小節目と同じ形になりますので、第1ポジションでまとめて取っていただいて構いません。50小節目から3小節間を通しますと、このようなポジションとなります。53小節目は弦の分散和音になるんですけれども、ここは弦線1本で取っていただいて構いません。最初の弦を開放で、ハーを1で、レーを第3ポジションで4と取っていただきたいと思います。このような形となります。で、54小節目は前半の2拍間をゲー線1本で取ります。第2ポジションで聖を4で、
アーとハーを1-4と第1ポジションで取っていこうは3拍目からも全てまとめて取ることができます。フィス・アーを4-1とまとめて取っていただきたいと思います。55小節目の2拍間で同じ形が出てきますので、ここを使って通して演奏します。このような形となります。57小節目は2つのパターンを説明します。まず1つは全て第1ポジションでまとめて取る方法、出てくる弦を全て開放で取って、3拍目の A、F も1-2と取って、最後の4拍間も D を開放、A を1とまとめて取る方法になります。で、2つ目は D 線1本で取る方法になります。第3ポジションからスタートして G と R を D 線で1-4、で次のフィスゲーを同じく D 線で1-2と取った後、3拍目の AF も1-2、あとは同じ形になります。両方弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。58小節目から2小節間は C と D のオクターブの関係になっていますので、それぞれ第2ポジション、第3ポジションでまとめて取るようにしてください。C のオクターブを1-4で、次の D のオクターブは下の D は開放で取って、で上の D を第3ポジションで4と取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、この2小節間はこのようなポジションとなります。60小節目は最初 C、H の繰り返しになりますの で、4拍目頭の C まで第2ポジションで4-2の繰り返しで取っていただき、最後のギスでハーフポジションまで跳躍して1で取った後、次の小節の R の繰り返しを2-1と取っていただきたいと思います。再び H、C が戻りますので、第2ポジションに戻って2-4と取っていただきたいと思います。64小節目からは母音を説明していきます。譜面によっては最初のチス A のスラーがアップ指定のものもあるんですけれども、書いてある通りに弾いていただいても構いませんし、あるいは逆にダウンで弾いていただいても構いません。その場合、66小節目の D と G をアップアップと弾いていただきたいと思います。その場合で弾きますと、最初ダウンで入る場合はこのように弾いていただきたいと思います。68小節目からのボーイングは最初の C、H のスラーをダウンで入って弓順となります。で、G でダウンで終わりますので、次の3拍目の A がフォーテになりますので、ここでダウンで弾き直しを行って、ダウンアップと弾いていただきたいと思います。72小節目から3小節間のポジションを説明していきます。最初の A は第1ポジションで1。で、フィスゲーを第2ポジションで2-4と取ったと、次の A はハーフポジションでディスクをまとめて2-1と取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、次のハーとチスを第1ポジションで1-4と取った後、ディスクで D 線に戻って1と取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、シボンプでその後の音がありませんので、最後の A はハーフポジションのままで2で取っていただいて構いません。77小節目から3小節間、まずボーイングなんですけれども、最初の C が3拍目になりますので、アップから入っての弓順で弾くようにしてください。で、ポジションは第3ポジションで全てまとめて取ります。 C を1、D を4とまとめて取って、で、オクターブ下がった D は開放でも構いませんし、 R 線で押さえて取っていただいても構いません。最後のゲームポジションを変えずに D 線で1とまとめて取っていただきたいと思います。80小節目からのボーイングですが、最初はダウンアップどちらで入っていただいても構いません。80小節目をダウンで入りたいのであればそのまま弓順で、83小節目の頭の A をダウンで終わりたいのであれば逆にアップから入っての弓順で弾いていただいても構いません。で、3拍目の C からはフォーテになりますので、この2回の四分音符の C はダウンアップと弾くようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明したところで何と言っても外れないのは、42小節目から始まる8分音符の長いフレーズになります。C 社が2つぶりに振ってかなり速いテンポ設定の場合は、いきなりそのテンポで弾くことはできませんので、必ずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。第一楽章2回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。